自分なりのやり方でリラックスした意識状態になります。この瞑想の目的がロシアと NATO の情勢に平和と癒しをもたらすことであると表明します。ソースからバイオレットフレームを呼び出して、瞑想中とその後も自分の周囲に保護の筒を設定します。バイオレットフレームに光のためにならない全てのことを変容させるように求めます。銀河のセントラルサンからピンク色の光の柱が降りてきて、自分の体を通り地球の中心に向かう様子を視覚化します。このピンク色の光が自分のハートを通り、そして手を通ってロシアと NATO の情勢に関係する全員に直接流れて、調和させて平和をもたらす様子を視覚化します。
それからこのピンク色の光が流れて、世界中の他の全紛争地域を癒している様子を視覚化します。女神に対して降下物を防ぐため、ザポリージャ原子力発電所をあらゆる被害から保護するようにお願いしてください。ザポリージャ原子力発電所が安全に保護される様子を視覚化してください。女神に対してロシアと NATO の情勢に関係する全ての未解決状況と関係者全員に平和と調和のエネルギーを向けるようにお願いしてください。
それからこれらのエネルギーが流れて世界中の他の全紛争地域を癒している様子を視覚化します。数分間このエネルギーが自分のハートを通り、それから手を通ってこれらの状況に流れ続ける様子を視覚化します。女神は平和を望んでおり、平和が訪れます。